これからの季節、お祭りの縁日などで目にすることも多くなる金魚をモチーフに、まるで生きているようなアート作品を生み出す芸術家の作品展が始まっています。村上さん。鉢に描かれた生き生きとした金魚、まるで今にも動き出しそうな気がしませんか。こんばんは。今日のイブニングライブは渋谷区にある西武渋谷にやってきました。その7階にあるこちらの会場では、今深堀龍介回顧展金魚洋画場鱗の向こう側という展覧会が行われています。深堀さんといいますと、こちらにあるように金魚をテーマにした作品を多く手掛けている芸術家の方です。今回は初めての回顧展ということもあって、初期の作品ですとか、また最新作までおよそ50点が展示されています。中ではこのようにアトリエが再現されているんですが、いらっしゃるのが深堀さんご本人です。どうぞこちらによろしくお願いいたします。今日はですね、深堀さんに案内してもらいながらこの中曲がってみたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、伺いたいのが、どうしてこう金魚を描くきっかけになったのかっていうのを教えてもらっていいでしょうか。僕は15年ぐらい前ですけど、スランプになったんですね。その時にパカッと開けた、買ってた、ずっと買ってたはずの金魚だったんですけど、その時に初めて綺麗だなって思ったんです。それがきっかけで金魚を描いたのが、もう15年前で、今までずっと金魚を描くことになるわけです。それだけこう長い間こう金魚を描き続けるというと、やはり金魚のどんなところにこう魅力を感じたんでしょうか。そうですね、やっぱりやっていくうちにですね、いろんな謎が隠れているんですね。金魚っていうのは何なんだこれはっていうような、この美しさはどこから来て、この謎めいた感じはどこから来てっていうのを書いていくとですね、なんかまだまだどんどんいろんな謎がありまして、なんかこれは面白いぞと、この題材はもうなんかまだまだ秘密があるんじゃないかというか、それで僕はもう引きつけられてやまないというか、はい、金魚と何か共通するものがあるって先ほどおっしゃってたんですが、やっぱりなんか金魚っていうのをこう上から見てですね、なんかすごく人間臭いとか人間らしいんですよね。だからそうすることで我々も同じなんだっていうか、金魚と同じようにこの狭い地球の中に生かされているわけで、やっぱり環境を大切にしようとか、水を汚さないようにしようっていうのを金魚を飼ってるとですね、おのずと分かってくるんですよね。だからそういうふうに客観的に人間を見るためにも、この金魚っていうのは面白い存在であります、はい、今回およそ50の作品がありますが、中でもこう思い入れのある作品に案内してもらってもいいでしょうか。そうですね、はい、こちらです。こちらの作品はどんな作品になるんでしょうか。会津逸という作品なんですけど、はい、ですね、古い、本当に古い会津塗りの、鉢ですね、木の鉢に、金魚を5匹書いてあるんですけど、はい、この会津逸という名前はどんな意味があるんですか。名前はですね、会津塗りの会津と、はい、いつはですね、実はどいつのいつをいただいて、 あと5匹いるので5つっていう意味もかけてありまして、はい、あいずいつ、それでどどいつが好きなもんですから、そのどどいつのようなこう歌を歌ってるような、はい、それでこの波紋がですね、音がパーンと鳴ったような、三味線の音が鳴ってるようなイメージで、なんか音楽を奏でてるような意味で、どどいつとあいずと、はい、そういった思いが込められているんですね、はい、どうもありがとうございました。こういったようにですね、深堀さんのお話を聞いていると、普段見ている金魚もただ美しいだけではなくて、虚しさだったりちょっと怖いなと思う部分もあったりするような印象を受けました。皆さんはどんな印象を受けますでしょうか。深堀龍介回顧展は5月29日まで行われています。以上、イブニングライブお伝えしました。